東京都リンゴ姫さんからいただきました。ありがち男子。番組で何かしらのテーマを与えられるとすぐ大喜利に持っていきがち、まあ、ありがちキスマイですね。数多くのテーマをこなしてきたキスマイの皆さんには大喜利は朝飯前ですねということで。そうか。なんかでもあるよね、何でも、まあ、何でもって言い方だけど、そのバラエティの方に行きがち、いやあれは二階堂隆のせいですよ。まあその時空気感あるよね、うん、時に行った方がいいとか、北山さんとかあっちが大喜利に走るじゃん。だから少年クラブプレミアムとかね、そうそう、もちろんあの岡田さんに言われたもんね、うん、最初の頃ね、もうあれやったらもう全然1周目とかはもうあの全然ボケてええからなみたいな、なんかね言われてボケすぎると、いやいやもうええで、岡田さん優しいよね、全て拾ってくださるし、そこにこうまあ甘えてるというか甘えられる場所にやっぱキスマイ甘えがちだよね。甘えがち、まあ、サンドさんとかね、うん、魅力じゃない、なんかあんまりこうどこ行っても肩から外れないというよりは、うん、なんかこう甘えることもできるみたいな、大事よね、甘えること大事、大事だよね、うん、甘えることとか大事だと思うよ本当に、うん、そのうち甘えられなくなるんだから。そうだよ、聞いてるみんな、甘えられるうちに甘えよ、うん、聞いてる本当にリスナーの方に、いやそうそうそう、ブースの方ですか、いやいや、リスナーの方に、うん、こうなんかぬるい感じでラジオやってるから、それも踏まえて聞いてるって。ああなるほど、うん、さあキスマイレディオ始まります。キスマイフット2の横尾渉です。藤谷泰介です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ、先週に続いて今夜もこのコンビでお送りします。どうしたんですか急に。いやなんか聞いてるとか言うとかテンション上げていこうかなと思ったんですけど、急にね、うん、ちょっと違ったなと思って。違うよね絶対ね、うん、はい、まあ、絶対か分かんないけど違ったと思った。急に下げちゃっても今だって、うん、なんか間違えたと思って12時過ぎだったわと思って、ちょっとみんなびっくりしちゃってるなと思って。びっくりしてるな、今日ゆっくりな感じなんだろうな、ね、この空気感が好きな方もいらっしゃるかもしれないから申し訳ない。それで行ってみようよ、うん、はい、このトーンで行きますね戻すんかい